はい、ワンピースが大好きな神木です。今回もですね、ジャンプの話になりますので、まあ、最新はですね、単行本派の方はお気をつけください。ということで、今回ですね、第1021話で、最後のページですね、桃之助が大人にですね、してくれっていうことで、忍に頼みました。で、忍はですね、熟々妖艶の術っていうのを使えるんですね。で、それはですね、物とか建物だけじゃなくて、まあ、人にも使えるっていうことが分かってですね、それを桃之助が自らですね、大人にしてくれ、そして大きな竜に、ね、なりたいっていうことを言いました。で、これ皆さん何歳になると思われますかね？まあ、多分ですね、何歳でもいけるんですけど、おそらく日和との関係性もあったりするので、単純に20歳、年をプラスするとして今回話していきたいと思います。まあ、こうなってくるとですね、巷で言われている310話のですね、カラーイラストですね、そこのピンクの大きな竜がですね、来るかもしれませんよね。あの竜と全く同じものが、桃之助、変身したらですね、もう本当に700話以上のですね、時を経た伏線ということになります。で、そのですね、ピンク色の大きな竜自体はめちゃくちゃ楽しみなんですけど、私ですね、これ大きな不安要素っていうのがまだですね、3つ残っていると思っております。で、今回の動画ではですね、その辺の話をちょっとしていきたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。まず一つ目ですね。身体的能力は果たして上がるのかどうかですね。いきなりですね、28歳になったからといって、カイドウを撃てるような剣術とか、おでんに匹敵するような、まあ、力だったり、覇気ですね。それはですね、出せないんじゃないかなと思ってるんですよね。もちろん桃之助、素質はあると思うんです。素質はあるんだけど、それをいきなり成長させられたからって、発揮できるかっていうのはまた別の話になってくると思うんですよね。それにですね、いきなり強くなられたらですね、まあこれまでワンピースで描かれてきた修行とかですね、まあ、それこそゾロとかですね、すごい今まで成長してきてるじゃないですか。いろんな敵と戦って、いろんな挫折を味わって今の強くなったゾロっていうのがいるのに、いきなり悪魔の実の能力で、まあ、それらを全部すっぽかしてね、強くなっちゃうっていうのはちょっと肩透かしなところがあると思うんですよね。もちろん強くなった桃之助っていうのは見たいんですけど、今の段階でパッと成長してパッと強くなるっていうのはちょっと腑に落ちないなっていうところがありますけど、これ皆さんいかがでしょうか。そして炎雲で浮いている鬼ヶ島に、まあ、ルフィを連れていく役割ですよね。で、それはわかるんですよ。大きな竜になって連れていく、それまではいいんですけども、そこから先っていうのが見えてこないんですよね。今言ったように力がですね、発揮されるとは僕は思わないので、戦えない桃之助が鬼ヶ島に行っちゃうっていうことになるんですよね。で、そこで大人になった桃之助っていうのは、一体どうしておくんでしょうかね。大人になった姿で鬼ヶ島の中で身を隠しておくとか、どっちにしてもルフィとかヤマトからですね、大人になった桃之助っていうのは守られなきゃいけない立場になってしまうわけなんですよね。そうなってくると、大人になったはいいけどまた守られるんかいっていうことになるじゃないですか。まあそれでいいんですけど、ちょっと見た目がね、大人になってるっていうことで、まあ、子供の時に守られてた桃之助とですね、またちょっと違った見え方になってしまうと思うんですよね。立派になってそうで、守られちゃってるんで、立派にはなりきれてないっていうところが出てきてしまうと思うんですよね。なのでそこはですね、どう書かれるのかなっていうのが、まあ不安なとこでもあり、まあ楽しみなとこでもあるんですけど、どうでしょうかね。で、まあこれはですね、払拭するのであれば、大きな竜になることで鬼ヶ島を救うと。ルフィを連れていくだけじゃなくて、鬼ヶ島全体を救う、ワノ国自体を救うっていう展開になればですね、それはそれでいいのかなとは思いました。例えばですね、桃之助が炎雲を操って鬼ヶ島を別のとこに移す役割を得るとかですね、そういうのがあればいいんですかね。ちょっと心配な要素2つ目ですね。心は子供のままっていうところですね。まあ、熟々妖艶の術っていうのは触れたものを何でも売れさせるらしいんですけど、人間の心はですね、どうも売れないみたいですね。それはですね、今回の忍自身が言ってましたね。心は子供のままっていうことで、大人になってしまいますよっていうことを言ってましたので、そういうことだと思います。で、桃之助っていうのはルフィとの冒険ですごくですね、成長してるんですよね。心の成長っていうのは今までも何回かあって、急激に大人になっていってはいるんですけど、とはいえですね、いきなり28歳になるまでの心の成長ができてるかっていうと、8歳っていう一面を持ちつつ、8歳にしては、まあ、大名とかね、その心構えができつつあるっていう段階ですので、いきなり28歳になったからといってですね、拙者がワノ国将軍桃之助だとこう胸を張ってですね、家来たちにバンバン命令をしていくとか、どしっと構えるようなことになるかって言われると、ちょっと違和感があるんですよね。
そして桃之助自身もですね、自己を保てるかっていうのがすごく思いますね。まあ桃之助自身が将軍にふさわしい一面っていうのをその一瞬一瞬では見せてくれると思うんですよ。でもですね、やっぱり日常の端々に子供の部分が出てくると思いますので、そこをね、街道戦が終わった後ですよね、未来のワノ国の人たちがそれでついてきてくれるかっていうですね、ここも大事になってくると思いますので、そこはちょっと不安なところですね。まあでもですね、将軍っていうのは城からまあ滅多に出ないじゃないですか。城から出た時だけまあ立派な将軍をまあ、演じるっていうか、まあ、立派な桃之助でいるということであればいいんですかね。そしてですね、まあ、8歳から28歳になるわけなんですよ。で、大人の方々はよくわかると思うんですけど、中学生時代とか高校生時代も全部すっぽかして28歳になっちゃうということはですね、これもですね、いわゆる思春期を通り過ぎてないので、絶対にもう、なんていうんですかね、3つ目ですね。これはですね、まだわからないところが多いんですけど、忍がですね、何かを心配してる感じがするっていうところですね。おそらくですね、まあ今回の話で忍が、まあ桃之助がですね、大人になりたいっていうのを聞いて否定的な立場でいるんですけども、まあ、これはですね、今言ったような、まあ、体の成長と心の成長がですね、伴わないっていうことに対する、まあ、いろんな葛藤があって言ってると思うんですけど、あそこまでですね、桃之助が言ってるのにやめてくださいって言ってるのはですね、もしかしたらですね、熟妖艶の術には他にもですね、リスクがあるのかもしれませんね。おまけにですね、忍は人に対しても使えるっていうことを今回明言しておりますので、過去にですね、熟妖艶の術をやっちゃったことがある可能性っていうのもあるわけなんですよね。それがですね、まあ第一候補としては自身に使ったですよね。忍が昔はめちゃくちゃ綺麗かったじゃないですか。今も綺麗ですよ。今も綺麗ですけど、風貌がちょっと変わってますよね。なのでそういうリスクが実はあるのかもしれないですよね。桃之助が28歳になってめちゃくちゃかっこいいっていうのをなぜか想像してるじゃないですか。おでんの面影があるようなね、人物になるんじゃないかとかね、ぼやっとみんな思ってると思うんですけど、そうじゃなくて全然違う風貌になってしまうというリスクもあるのかもしれませんね。まあ今のですね、以上3点がちょっと桃之助が大人になる、まあ大人になる確率 80%90% あると思うんですけど、ちょっと不安要素ですね。で、今の3つを払拭しないことには、まあ、桃之助自身の、まあ、心の健康もそうですし、ワノ国の未来にもつながってこないと思うんですよね。将軍になってワノ国の人たちが桃之助様っていうことで尊敬されるべき人物にならないと、ワノ国の未来っていうのはないと思いますので、まあ、今の3つをですね、どうにか払拭してほしいなっていうところではあります。で、もし払拭できないのであれば、これもしかしたらですね、決意を見せただけであって大人にならない可能性もですね、まだ残されているのかもしれません。なぜならですね、鬼ヶ島に行くことっていうのは今でもできるんですよね。今のまあちっちゃいドラゴンの姿で雲を生み出してこう掴んで鬼ヶ島に行くっていうことはおそらくできるんですよ。で、鬼ヶ島に行きさえすればルフィたちがなんとかカイドウをやっつけてくれると思うので、大きな竜になるメリットっていうのが今のところそんなに感じられない気がするんですよね。大人になったところでおそらくカイドウを撃つような剣術は身につけてないと、戦力にはならないと。そして今の状態でもルフィをおそらく鬼ヶ島に連れていくことは可能であるっていうことからですね、メリットそんなにない気がするんですよね。おまけにですね、おそらくその話をルフィが知ったら、ルフィはですね、なんか止めそうなイメージないです。お前の決意はよく分かったけど、今のね、桃之助、今のお前で行こうぜっていうことを言いそうな気がするんですよね。お前はもうね、立派な将軍になれるっていうことを、まあ、ルフィは対等に見てますので、心の成長とかこう間近で見て、もう無理してね、大人にならなくていいよっていうことをなんか言いそうな気がするんですよね。はい、いかがでしょうか。ちょっと皆さんの意見もいろいろ聞きたいですね。まあ、楽しみなところでもあり、ちょっとよくよく思えばですね、不安要素結構ないですかっていうところでしたね。はい、ということで、このチャンネルではですね、ワンピースの細かい情報とかですね、最新話の感想ライブとかやっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、毎日皆さんお買い物とか行くと思うんですけども、買い物した時ですね、まあ、お釣りが出た時はしっかりもらって、財布に入れて持って帰ってますっていう方は、ぜひ高評価の方をお願いします。いやいや、神木さん、私はもうレシートしかもらったことないです、今まで。レシートをたくさん集めて、その紙を生まれてこの方、うん十年コレクションしてますっていう方は、ぜひ低評価の方をよろしくお願いします。じゃあね。